暗いか、大丈夫かな。なんかその全然その考えずに。いいですか。こういうのはなんかなこう聞いてくるかな。その具体っていうのも、うん、そのアートの中で考えると非常にこう前衛だとかすごいこうなんていうかパワーがあったみたいに見るんですけど、当時の時代そのものが学生運動とかで、うん、みんなそうだったわけなんですよ。だから僕すごく覚えてるのがその東京都写真美術館でこう写真を見た時に、なんかその昭和の写真というのがあって、うん、あくまで昭和の写真として学生運動みたいなメインの中にそういう赤瀬川源平とか具体の写真みたいなものがあって、あそうこれは当時の若者たちの社会に対するエネルギーの一部としてあるんだなと思った時があって、いやこれだけ見ると何か変な人たちがやってるというイメージですけど、当時は他の人でも多分こういう感じだったよなっていうことを思うんですよね。だからこの具体っていうのも大阪万博っていうのがあって、ある日本の歴史の中ではエネルギーがまだ爆発した瞬間だったと思うんですけど、熊本の太陽の塔とかあの時ぐらいがピークなんですよ、活動のピーク。でそれ以降は、まあ、創始者が亡くなったってもあるんだけど、はい、割とこう静かになっているみたいなところを見てると、あ別にその具体だけがそうじゃなくて、その社会の空気感がやっぱりこう高度経済成長とかあってこう、まあ、こうなっていくような感じがあったんだろうなと思いますね、うん、だから今の表現っていうのもやっぱりそのアーティストの問題ではなくて、その今生きているその20代30代の、まあ、社会の空気みたいなのをやっぱ背負ってる気がしてて、だからなんとなくやっぱり生命力ないなと思うのがありますよね。だからすごく、まあ、作家 の, か作品とか見に行っても僕の個人の感覚なんですけど、すごく内向的とかナイーブだなと思ってて、なんかその人と違うことをするっていうことへのすごいこうエネルギーが必要とされるみたいな、なんかすごくそういうものを感じますね。だから僕はよく言ってるんですけど、Facebook とか Twitter が始まったりとか、その311が起きた以降って割とその社会が変わるんじゃないかなって、なんかそういう空気が一時あって、今も僕はそれを何となく信じてはいるんだけど、でも全体的にはやっぱそれがまた落ちつつあるなって思ってて、今は割とそうですね、なんかすごく危ない世相を感じますね。なんかすごくみんなが一部の人に引っ張られて、それに対しておかしいんじゃないのってことが以前よりももしかしたら言いにくくなってるような空気は感じてますね。一部の人に引っ張られてっていうのは具体的にどういうことですか？発信力がある人じゃないですかね。政治家とかに限らずだと思うんですけど、うん、なんか以前だとそのインターネット自体もそうだったと思うんですけど、すごく雑然として混乱してたりするので、うん、逆にいろんな人に可能性があった気がするんですけど、今ってその、まあ、ネット時代もそうなんですけど、そのソーシャルメディアって言われるものある程度こう使い方みたいなのが洗練されていて、うん、来てる気がするんですよ。でそうなってくると逆にこうすごくこう、使いやすくなるメリットもあるんですけど、逆にそこじゃないものがどんどん省かれていくっていう、他の会社とか業界で起きてることが全く来てると思ってて、なんか今僕はなんか年明け的な話かもしれませんけど、うん、さあどうなるのかなって感じがしてますね、うん、あすいません、やっぱりちょっと暗いんで場所変えた方がいい、うん、あそうだって、でもこのスペースどこにいたらいいかな。なんかこの顔がかっこいいんだけど、顔を撮ろうと思うと顔が暗くなっちゃう。ああ別にデッキ作るのか、あ別に、うん、そうですか、ね、こういうことは想像しなかった。まあその辺に座っていただいて、なんか討論番組みたいな。そうですね。なんかどうしたらいいでしょう。どうしたらいいでしょう。帯が大事。なんだろうな。でもなんかすごい大事なことを今言ったと思って。うん、こんな風に座ったらどうでしょう。そうですね。あ、そうです。はい。ストッキングだけど。ね。はい。この方がいいですか。あ、いいですね。はい。くるっと回してみて。どんな風に。そうですね、じゃあ近づこうかな。なんかこう、絵一つでさ、はい、その後に何かあるかもとワクワクさせるということが大事だと思ってて、の撮る絵というか映像とか作品、そういう興味を湧かせるというか、その見た人の生命力に働きかけられるような、うん、春画とかはそうじゃないですか。見てワクワクするし、生き生きするし、うん、その社会全体の勢いが落ちてたり生命力が落ちてるっていうのを私もすごく感じていて、危機感を持っています、うん、で自分が何を発信して
や何を変えていきたいのかっていうと、やっぱりこうそういう人たちも含めて元気にしたいなと思うんですよね。そうですね。でそのために何か社会に元気を投じるみたいなことをアートを通じてやっていけたらいいなと思っていて、うん、でいつもね私何かやろうかなと思ったら迷ったらやっちゃおうと思うんですよ。みんなちょっと悩むでしょ、うん、私母乳100箇所以上で飛ばしたりしてきたんですよ、はい、あれもね結構なことですよ。親戚に縁を切られるかもしれないしね。でも誰一人切られなかったけど、うん、うん、まあレナはそういう人だみたいになってったけど、これやっちゃおうかなやるまいかなと思った時に、もちろん自分のわがままだけだったり本当に反社会的な犯罪とかはしないんですけど、アートでこれやろうかなどうしようかなとか、文章でこれ書いちゃおうかなやめようかなってね思ったら、もうずっとやっちゃおうってやって失敗してもいいからやっちゃおうというふうに選択してきた気がする。うん、それをもうちょっとアートの世界だけじゃなくても、多くの人たちがやっちゃおうかなどうしようかなやめようかなじゃなくて、やっちゃおうかなっていうちっちゃな選択肢でもちょっとひ進められるようなアクションをしていきたいなと思って、うん、で今日もこれから門井くんっていう若いミュージシャンに会うんですけど、彼もいろいろ作品を作りたいと思って発表してるんだけど、なるべく褒めながらやっちゃえばって、もっとやっちゃえばってそそのかしながら、いろんな人がこれ本当は発信したいっていうものを応援し合いながら、うんうん、こういう重曹でのシアターセブンのイベントをきっかけに、みんなでどんどんやっちゃうアートアクションみたいなことに続いていけたらいいかなと思っているんですけど、うんうんうん、田中さんもその関西クリエイティブアワードの活動の中でいろんな若いアーティストの発表を支援してたり、世に知らす手伝いをしてたりすると思うんですけど、これから のアート発信をサポートしたいっていうか発掘したいとか、そういう思いがあるんですか？そうですね、目を合わせて聞いて結構聞いてしまった、聞き込んでしまったんですけど、そうですね、アーティストというものを支援してることは間違いないんですけど、じゃあどういう人を応援するのかってことが自分の中で結構今決まってきる気がしてて、そのどの時代でもできるやつはできるわけですよね。年々と限らず才能がある人って言い換えてもいいかもしれないけど、でもそういう人たちを応援するっていうことはなんか僕の中で違うなと思っていて、僕はその今お話聞きながら思ったのが、その、いわゆるまあ何かこうやっちゃえって言った時に行ける人って言った時に、そのハードルを上げすぎると逆にこうそれを超えれなくなる人になるとか、もしくはよく悪くもあれはあの人だからできるみたいになる人って結構見てきたんですよ。なんで僕が今意識してるのはクリエイターアワードもそうなんですけど、あれも誰もが応募できて同じように扱うっていうルールがあるんですけど、それは有名無名に問いらずっていうのがあるんですけど、そういうなんか僕は本当に自分自身もそうなんですけど、僕は単純にこうサラリーマンとして、平平凡凡の人間なんだけども、でもその中で自分が、やれることをやっていれば、それは誰かに対して、なんだろう、あいつでもできるんだったら俺でもできるんじゃないかとなるような気がするんですよね。だから僕がやってることは多分すごく全部そんな気がしていて、誰かのため そのアートではなくて、みんなのためのアートは何だろうってことは考えてますね。でそれを、まあ、まさに近いところかもしれないけど、それをみんながしだしたい、例えば近所のおじちゃんとかちっちゃな子供とかが、うん、私こんなことやってるんだよってすごく笑顔とかが出てきた瞬間って、割とそれで社会が変わる気がしてるんですよ。なんか誰かに対してこうケンケンゴーゴーとこういかがなものかっていうのも当然大事かもしれないんだけど、僕はそうしたことでその、誰かに社会を任せるんじゃなくて、みんなでこう一つ一つ、一歩を踏み出すみたいな、そこにすごく今興味があって、クリタワードもそういうことの中でやってるんじゃないか。話が取っちゃいました。いえいえ、あと何かな、大体聞きたいこと聞いたかな。あとじゃあ思ったんですけど、社会に対して働きかけるっていうことを田中さんは NPO 和音、はいはい、和音の活動の中でもクリエイティブアワード のコンセプトでも今おっしゃってたと思うんですけど、社会をどういうふうにしたいんですか？そうですね、まあそのビジョンって言われた時にそこまで大きなことが言えるかわからないんですけど、やっぱり単純に誰もがチャレンジできて失敗できる社会っていうのが豊かだと思っているんですよ。だからそこが何となく僕の目指しているところかなと思います。それは月明けのことで言うと、まあ何となくこの20年ぐらい社会人してて
やっぱり、格差というかすごくこう広がってきてるような実感が僕の中にあって、うん、で逆にそのこう上の人はいいんですよ。でもあの特にその、貧しくなってる人たちが本当にチャンスが なくなってきてるんじゃないかなと思っているんですね。で僕はなんかそういう人たちをまあ、何とかしたいっていう気持ちがあって、ただそれはあのどういう形でやるかというと自分が、なんかその人たちと一緒に行動するっていうのがあるんだけど、僕みたいなこう、そういったことにそもそも興味が持っていないとか人ごとに ように思ってる人がやっぱり僕の中大多数社会に似てる気がしてて、この上と下の中間層ですね、この人たちを何とか、まあ自分ごとのように思ってもらえる、何かあった時にあの当然そのすぐあなたのことになりますよってことを何か伝えていきたい、うん、なんかそういうことをすればお互いにこう痛みがとかお互いに優しくなるような、社会になるんじゃないかなと思ってますね。すごくワクワクしてますね、うん、中間層に働きかけるアートを発信していきたいっていうことですか。そうですね、受け手としてはね、うん、あの僕の言葉が大丈夫か分からないけど、やっぱり僕自身がいわゆる、まあ、3、40代の層っていうのが非常に接点が多いサラリーマン多いっていうのがいてるので、そういう人たちをなんとか、まあ、眼差しを変えるとかそのお金使ってあのお酒飲みに行くかボウリングとかそういうようなものでなくて、あのお金なんか使わなくともすごく豊かに、あの自分自身の生活が豊かになるってことを、あの自分自身もそうだし伝えていきたいっていうのが僕が思っていることですね。そういった大多数が、の層を何か変えることができれば、それはあの一部の優秀な人とか、まあ、勇者というかすごくチャレンジしている人に頼らなくても世の中は勝手に変わると思っているので、そういう意味ではちょっとまああの政治的なものに関して若干ちょっと僕は弱いというか、あの政治がどうとかじゃなくてその自分たちが変わる方が先じゃないかなということは常に思ってますね。自分たちがどんな風に変わるっていうイメージですか。あ、そうですね、あの今言ったことと一緒だと思うんですけど、あの、まあ、それぞれが楽しい、うん、それぞれに楽しければいいと思ってるんですよ。つまりあのみんな違っていいと思ってて、うん、別にアートじゃなくてもそれは本当はいいと思ってるんですけど、僕はアートって言葉もすごく悩ましい部分がたまにあるんですけど、はい、まあ、表現活動って自分で言ってるんですけど、自分を表現する何かをみんなが持っていて、うん、その所属する組織とか肩書きで喋るんじゃなくて僕はこんなことをやってるんだっていうことを言い合えて、かつそれがお互いに否定せずに、あ、俺はじゃあこんなことやっててそれ面白いよねっていうような人たちがどんどん増えていくこと、そういうことを今僕はまあアートというものに求めてますね、大きくは、うん、すごい私がずっと考えてたビジョンに近いなって今日は話して改めて思ったんですけど、はい、その既存の現代アートだったり商業美術ってどこを向いているかっていうと、そのものすごくお金を持っている人たちにこうその人たちを突っ込みすぎないで否定しないである意味玩具みたいに買われるための作品を高く売れば評価されるみたいな、あの商業美術のルールが一つあって、でさっき田中さんがおっしゃってたコマーシャルギャラリーの狭さっていう話とも多分重なると思うんですけど、自分自身そこからなんか外れながら多くの一般の人たちに作品を買って支えてもらってきてたんですけど、そういう普通の人たちに届くアートを作りたいなっていう思いがすごくあるんですよ。で続いて20年ぐらいもう18年ぐらいアートをやっているんですけど、その中でも私もあのフリーランスだけれども社会がどんどん貧しくなってる、潤いが奪われてる、喜びが奪われてるっていう感覚をすごく持ってて、で今までは自分が食えるために作品を発表しようっていうのがどうしてもあったんだけど、なんか私今その潤いを奪われた人たちに美しいものをちゃんと提供したいってすごく思うんですよ。でこの20年間今まで日本に当たり前にあったと思われていたものもどんどん劣化してるような気がして、うん、なんかテレビもつまんなくなってるし、うん、なんか本とかも新しいこれ面白いみたいなものがあんまり出てこなくなったりとか、そもそもみんな時間もないしお金もないし、そこにお金もあの本を買ったり何か週末にお芝居を見に行ったりとかそういう余裕とかライブに行く余裕とかもなかったり、うん、なんかそれっておかしいよなというか、うん、もっと日本に潤いを取り戻したい、うん、で潤いっていうのは尊厳でもあって、そうですね、生きる尊厳みたいなものを、うん、このアートを発掘したり発信しながらあの
人々に伝えて、みんなでこう尊厳を取り戻していきたいなっていう気持ちがしています。それ本当そう思いますね。あの逆説的かもしれないんですけど、最近あの日本がいかにいい国かっていう本がよく並んでいたりとか、そういう番組とか見るたびに思うんですけど、あれは多分逆だと思ってるんですよね。つまりその日本が、日本人自身というか、いろんな人がもう自信を失っていて、なんかだからああいうものが作られる構図があるような気がしていて、なんかあのそれこそ島田さんもなんですけど、あの僕よく日本のそのまあ、文化ってやっぱり近代明治維新から、あの良さを奪われたようなあの歴史の変化があったということをよく言うんですけど、あの割とそういう日本のこと自体をあの本当に知っている人が少なくなってると思うし、なんかそこからかなと思う時はありますね。だからその表現ってのは特にあの、そうで内面で変化できることだから、なんか特にあのいろんな人にパワーがあるもんじゃないかなと本当に思うんですけど、さっきおっしゃったみたいに、そうですね、美術とかっていう言葉を使うと悩ましい、そういう話になるのかなと思って聞いてましたけどね。つまりお金持ちの人にどう高く買ってもらうかみたいな話になったりするんですけど、あのそれは全然否定できない話だし、今経済が悪くなってても、今そのアートマーケットがすごくバブルなんですよね。めちゃくちゃ高額でたあの作品が売れてる状況があるんですけど、あのそこから早くアーティズムを脱却して、もっと自分たちに力があるってことを出してほしいなと思ってますね。面白いですね。その明治時代以降からパワー搾取されたことによってパワーダウンしてしまった民衆芸術をもう一度取り戻すみたいな、そんなイメージなんだろうか。で、大阪って今はお笑いとか、あと橋本さんとか、そういうイメージしかの多くの人たちにないと思うんですよ、はい、恥ずかしながら。いや、そうです実際、はい、でも本当は大阪って ある経済の中心で、明治以降の日本画の大阪市の美術館で見た日本画なんかを見てもすごい高いクオリティを持って表現しておって、で元々はもっと文化とかの尊厳ある商いしがきちんとアーティストを支援した、そういう場所だなと思うんですよ。阪神館においてもの経済的に成功した酒蔵井さんがの若いアーティストを支援してきたりとか、山田錦もそう、ね、山田錦の酒蔵でも、江戸時代ぐらいから俳句作家とか画家とかいろんな人を支援する粋っていうんですか、その商い、こう商業、商いを持ったあのビジネスマンの粋みたいな、ところでのこれからどう化けるかわからない若いアーティストを応援するような、そういう文化があったような気がして、実はそれを継承しているのが田中さんなのかなって私勝手に思ってたんですけど、そういう生きの文化みたいなものを関西発でもう一度掘り起こしていくっていうのは面白いんじゃないかなって、そうですね、まさに谷町っていう言葉が大阪から生まれたようにっていう話だと思うし、谷町っていう、まあ、あるんじゃないですか、まあ、パトロン州のことで谷町って、あれって大阪からできて、大阪なんですか、大阪の谷町6丁目とかあるんですよ、あそこから出てるんですよ。そうなんだ、まさにそうなんですよ。へー、普通に今おっしゃったように、その、ね、僕近代美術館 の館長さんと友達さんにその話をしたことがこの日本画の展示でも話したんですけど、大阪とか京都とか、まあ、その辺りっていうのはその生実家そのパトロン州がいてて、そこで芸術家たちが食えたんですよ、支援で。なので全国とか行かなかったっていう、今の関西の後にも伝わるような状況がある気がしてて、つまり居心地が良すぎて行かなかったから、知られてないまま歴史の中でこう知られなさすぎっていう話が今あるんですよ、っていうことを感じられてて、だから多分マスカさんが言った時にこんなクオリティ多分高いのになんで知られないんだろうっていうところの問題意識が、問題というか感覚がすごく分かると思いますね。あとまあおっしゃったようにその、まあ、関西っていうのがやっぱりもともと関東って言葉の後にできてると思うんですけど、非常に曖昧なところが、アイデンティティ曖昧なところがあるんですけど、関西ってよく悪くもやっぱり地方としては豊かなところなので、これは今の関西全体のまあアートの問題でもあると思うんですけど、その中から出ないんですよね。変な話だけど、もう島国とか怒られるかもしれないけど、本当にこう何もないとこだったら危機意識から出ようとすると思うんですけど、はい、関西って居心地がいいんですよ。なので割と完結しちゃうんですよね。そこから出ないし、やっぱり東京とかのアーティストが割と地方、それこそ地方にいたらよく見るんですよね、はい、学生も含めて。でも関西のアーティスト本当中で出ないっていう問題があって、やっぱ一部のまあ、優秀な人はその関西に関係ないとやっぱり一定数出ていくんですけど、大多数は関西で完結するっていうのは見てますね。そう、
あれなんでなんだろうなと思うんですけどね。うーん、ただちょっと話がずれるかもしれないですけど、そうですね、僕もそういう谷町だったりとか、そのパトロンみたいなことを、例えば大阪でも千葉商人みたいに大金持ちになってそれをするってことも、まあ、目指すべきじゃないかなという悩みもあるんですが、それができないまでもその精神的にはやっぱそれはしたい、受け継ぎたいな気持ちは正直あって、僕がやってることはそうですね。だから才能があってお金になるから応援してるんじゃなくて、もっとそのこの人間性だったりとか、その可能性みたいなことでなんか関わってる作家が多いのは本当そういう気持ちですね。その子で僕は食べようとしてないので、例えばその子の作品を、まあ、ギャラリー的ですよね、無名のうちに買って、有名だったら売ることでみたいなっていうのがギャラリーのシステムについてあると思うし、それは商売としてありだと思うんだけど、僕は全然そんなことしてないので、それはあるかもしれませんね。ただそれがまあさっき言ったみたいに、その、やっぱり昔よりも社会が寛容じゃなくなってるというか、はい、チャレンジして失敗した後のことに対してなんかすごくケアがないような気がしていて、はい、僕はなんか自分ができる範囲内でやってる気がします。例えばクリタワードの話にちょっと戻すとすれば、あれもまあいろいろとこう、もっとねスポンサーつけて、うん、賞金出してあげたいとか、うん、なんかいろんな気持ちはあって、まだまだ発展途上なんですけど、あれも簡単に言うと、そのまだスタートしたばかりの人っていうのは特に不安なわけですよね。例えば家族の反対を受けていたりとか、自分自身本当にどうなんだろうって不安に思っている人たちが多いことを僕は経験上知っているので、じゃあいろんな人からエールを送ろうっていうのが、うん、そういう僕と同じように、いろんな立場でそのアーティストとかクリエイターみたいな人を応援した人たちにそれをお願いして成り立っていくのがクリタワードなんだけど、あれはまあ応援するための企画だったりするし、うん、まあ、この場所もまあたかが一室ですけども、お金がないとか、なんか場所がないとか、そういうことを言ってる頃に、じゃあここで好きに使っていいよとか、だっても僕の中では同じような気持ちからやってるところが、まあ、当然お金も取っていないとも、そこがあるのかなと思いますね。胸がキュンときたのが、クリエイティブアワードの赤いレッドカーペットを田中さん自分でキャッチで運んできてるで、私レッドカーペットの上歩いたの初めてだったんですけど、はこれ田中さんがくるくる巻いて電車で運んでくれてたんだって、上にまだ回収してますねなんかそういう手作りのあったかさというか、そうね、いやありました。あれもなんかそういうところなんですよ、うん、なんか単純に通ることないじゃないですか、うん、普通だけどやっぱりトータル嬉しいと思うので、なんかできる範囲内で喜んでもらおうっていう、うん、まあ、今年からやり始めたんですね。今年2回目ですから、ね、まあ、来年も使われると思うんですけど、絨毯はそのために買ったんですかそうなんだ、言われましたけどね、個人で カーペット買ったやつはいないって言われましたけど、レッドカーペットってあれ一巻いくらぐらいするんですか。ね、長さによって当然違うんですけど、あれは 十何メートルあって、5万ぐらいですかね。ああ、そうなんだ。僕の別の、はい、仕事のギャラからそうなんだいいからいいから、なるほど、分かりました。大体大丈夫かな、なんかそれを切ったり貼ったりしながら、2月の予告動画みたいのを作ろうかなとか思って、あで何を深めるかっていうのを発信しながらとにかくやっていこうかなと思って、うん、どうも突然、いや、とんでもないです、僕もちょっと先週押しかけてしまいまして、ありがとうございます、うん、お疲れ様でした、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ止め